ニューヨークマンハッタン、ブロードウェイです。この通りには劇場が数多くあることから、ブロードウェイは劇場街と呼ばれています。その中心がタイムズスクエアです。タイムズスクエアにやってきました。私はいつもこのタイムズスクエアのところに立ち止まると、不思議にこうガーンとエネルギーを感じて元気になって帰るんです。ペニーさんは学生の頃からジャズやミュージカルに憧れていました。そして高校生の時、すでにアルバイトで米軍基地を回りジャズを歌っていました。昭和34年ペニーさんが歌った南国土佐を後にしてが200万枚を超える大ヒット曲になりました。しかしミュージカルに憧れていたペニーさんの気持ちは複雑でした。南国土佐のペニー葉山、そんなイメージを変えたいとヒットした翌年このニューヨークへやってきたのです。そして出会ったのがミュージカルサウンドオブミュージックでした。この劇場がロープコンテンツ、当時サウンドオブミュージックのきらびやかなミュージカルの大きなネオンとメリー・マーティンの主演というすごいセンセーショナルな広告がね、ネオンがあって、で、あの中でドレミの歌を聴いて、もう絶対これは日本でウケるだろうななんて思って一緒になって歌ってたっていう感じでね、ミュージカルを見た後はもうあの歌を覚えちゃって、みんなもう歌いながらみんなお客様が出てきて、私もその雑踏の中でドレミの歌を口ずさんでた、そんな記憶があるんですけれど、あれが35年前なんですもんね。懐かしい思い出です。 Doe, a deer, a female deer, Ray, a drop of golden sun, Me, a name I call myself, Far, a long, long way to runSo, a needle pulling thread, La, a note to follow so, Tea, a drink with jam and bread, That will bring us back to Do, oh, oh, oh. Do! A deer, a female deer, Ray, a drop of golden sun, Me!自分がブロードウェイにいることはもうなんか日本の代表みたいな気持ちでね、もう帰るとなんか私しかサウンドミュージックの感動は持ってないみたいな、そんなような気持ちでいたんですね。ですから私だけがこのサウンドミュージックの素晴らしさを知ってるみたいな、そんな気分でこの台本も買いました。そして日本語の訳をしようと思ってホテルに戻ったんですけれど、私もマリアのようにこのドレミの歌を日本の子どもたちと歌いたい。ペギーさんは早速その晩ドレミの歌の役に取り掛かりました。こうしてできたのがペギー葉山作詞日本語版ドレミの歌だったのです。このミュージカル、私は日本に帰ってとてもやりたかったんですけれども、ついにこの主演をやるチャンスはないんですけれど、今もってまだ自分ではやりたいと思っている作品です。私が今回のニューヨークへやってきたのは昔の35年前のサウンドミュージックの思い出に浸りに来たわけではないんです。実は私はミュージカルのその後、このトラップさんの一家というのは一体どうなっただろうということを長い間考え続けていました。祖国オーストリアを脱出した後の実在のトラップ一家の第一歩はここニューヨークでした。
ミュージカルサウンド・オブ・ミュージックの元になった一冊の自伝があります。国越えて歌う一家、著者はトラップ家の母マリアです。マリアは1905年ウィーンで生まれました。国立師範学校卒業後、修道院に進み家庭教師を命じられます。行き先は7人の子供を持つトラップ家でした。やがて奥さんを亡くしたトラップ大佐と結婚、子供たちに歌を教え聖歌隊を結成。その歌声はヨーロッパ中に響き渡りました。しかし祖国はナチス支配下となり、ヒットラーの誕生パーティーで歌うことを命じられます。一家はこれを拒否、祖国を脱出しアメリカへと向かったのです。第二次大戦前夜、アメリカに向かう船はヨーロッパからの戦争難民であふれていました。その中に9人の子供を連れたトラップ一家の姿がありました。全財産は4ドル、しかも母マリアは10人目の子供を身ごもっていました。ニューヨーク、マンハッタン島の沖合に浮かぶエリス島。ここには1954年まで合衆国の移民局があり、1700万人の移民がこの島を経てアメリカに上陸しました。入国審査のための待合所跡です。1日5000人もの人々が審査の順番を待ち続けました。戦場から遠く離れた新天地アメリカ。しかし入国審査は厳しく、身元引き受けの保証がない人々は送り返されたりすることもありました。トラップ家はたくさんのファミリー、家族を連れて大きな荷物を持ってここへ着いたんだと思うんですね。子供たちもまだ小さい子供もいましたし、お腹も減ったし、お金はないし、心細い思いをいかにどんなにしたかなって、なんか私もその気持ちがひしひしと伝わってきます。私が何よりもすごいなと思うのは、毎日難民たちの中で歌の練習をしていたということ。お母さんのマリアさんは子供たちに言っていたそうです。みんな心配しないで、さあ歌いましょう。アメリカという新天地で歌で生計を立てなければという決意を、こんな明るい言葉で子供たちに示していたんだと思います。一家は一旦入国を果たしますが、ビザが切れ、再入国できたのは翌年の秋でした。入国の許可が下りて、あなたはところでどのくらいいるつもりですかって税関の人に聞かれたら、私はここには永遠にいたいって言って、そこにマリアさんは叫んだそうです、ということが本に書いてありますけれど、その時の喜びは本当にどんなだっただろうなと思います。そして新しい大地での、大陸でのトラップさんの第二の人生というか、マリアさんにしては第三の人生で、何でしょうか、それがここでスタートしたわけですよね。初めてのアメリカ、その印象を母マリアはこう語ります。ホテルの窓から下を見下ろすと、人も車も豆粒のようで足が震えました。街に出て車に気を取られていると道に迷いました。珍しいものがいっぱいあります。信号や自動機械や地面の下を走る電車、ブロードウェイの夜の眩しさ、この腰が抜けるほどの光景も、見るだけならお金はかかりません。でも怖い。これが私のアメリカの第一印象でした。
ニューヨークタウンホール。ここはかつて音楽家たちにとって登竜門となった場所です。トラップファミリーにとって成功の是非が問われる初舞台でした。家族で歌を歌うっていうことは当時としてはとてもユニークな存在だったと思うんです。10人という大家族、それが全部舞台に立って、ある人は楽器を弾き、ある人は歌を歌い、そしてコーラスを演奏するわけですから、そういう意味でこのタウンホールに初めてデビューするということは、画期的なことであり、また彼らにとってはものすごく期待と不安と入り乱れた、なんかそんな気持ちで初日を迎えたんではないかなと思います。45分間のプログラム、すべて宗教曲でした。しかし最後まで残っていた客は数人でした。私はマネージャーにこう言われました。こんなに長ったらしい曲なんてダメです。おまけにその締めっぽい衣装、まるでお葬式の行列じゃありませんか。しかもニコリともしないで愛嬌もないときた。少しは化粧でもしたらどうですか。私はぐったり疲れました。私たちは歌いにやってきたのに、これが自由の国なんてとんでもない。しかし一家には生活がかかっていました。やがてマネージャーからイメージチェンジを指示され、聖歌隊からファミリーシンガーズへと転身しました。アメリカでの再出発です。 Cream colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings, these are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes. トラップファミリーシンガーズはカリフォルニア、テキサス、ミシシッピー、イリノイと演奏旅行をこなしていきました。旅を始めた最初の年は借金を抱え、懐が寂しく安ホテルに泊まりました。気持ちが暗くなったものです。でもなんといっても一番つらかったのは、小さい娘たちと離れて旅をしていたことでした。デビューして2年後にはやっとレコードも発売されました。第二次世界大戦の最中、暗い世情の中で一家の清らかな歌声は一服の清涼剤だったのでしょう。トラップ一家は公園旅行の途中、バーモント州に立ち寄ります。ニューヨークから北へ1時間ぐらい来たんですかね。もうニューヨークがまるで嘘のような本当に空気が綺麗だし、緑が多くて、緑の世界一色という感じで。バーモント州はカナダと国境を接する農業地帯。一家は一目で気に入ります。そこはまるで祖国オーストリアのようでした。こここそ第二のふるさとだという気がしたのです。そして私たちはここに家を建てることに決めたのです。今まで金槌もノコギリも手にしたことのない一家が自分たちの手で家を建て始めます。母マリアはみんなを励ました。どんな労働でもそれが真面目である限り、人間の品格を下げることはありません。
一家がアメリカで学んだ最初の教訓でした。農家からスタートしたトラップファミリー、およそ50年後の今、その丘にホテルが建っています。トラップファミリーロッジです。祖国オーストリアを脱出し、アメリカで次の住みかを見つけたトラップファミリー、その子供たちのうちの3人とペギーさんは会うことができました。 Hello. How do you do? So nice to see you. こんにちは。ヨハネスさんにお目にかかれてとっても嬉しいです。ヨハネスさんは母マリアがアメリカ入国の時身ごもっていたトラップ家の末っ子です。現在このロッジのオーナーです。はい、ありがとうございます。マリア、マリアさん、お目にかかれて嬉しいです。本当に母親と同じ名前の次女マリアさんです。六女のローズマリーさん、アメリカへ来た時は9歳でした。どうもありがとうございます。お目にかかれて本当に嬉しいです。当時12人だったトラップ家は現在6人しか残っていません。3人はペギーさんを一家のお墓に案内します。トラップ一家を支えた父親は1947年に、母マリアは1987年にこの世を去りました。このお墓には父親、母親のほかに子供たちも眠っています。子供10人という大家族で戦前戦後を歌い続けてきたトラップ一家。長男ルーペルトさんも3年前に亡くなりました。Where would you like to sit in the sun? そうですね、太陽のあるところに座る。そうですね、暖かいものね。24歳でアメリカに渡り、幼い妹たちの世話を焼いてきた次女のマリアさんも81歳です。ロッジの傍らの小さな家で一人暮らしの毎日です。とても、デリシャス、美味しいです。あのサウンドミュージックは日本の人たちが大好きな話なんです。あのドレミをどうしてもね、あの日本語に訳して、そして子供たちと一緒に歌っていたいと言って、私があのマリア、日本のマリアになりたかった。How do you translate ドレミ？ドはね、ドーナツのドだって。ドー is donuts. ドー is what? ドーナツ。でも本当にあのここにね立ってると、あのサウンドミュージックのあのシーンがね浮かんでくるようなところですよね。トラップ一家には依然として借金が残っていました。そこで一家は演奏活動で借金を返し、農業で自給自足という生活を始めました。
アメリカへ来て一番楽しい時でした。森には鳥のさえずりが聞こえ、私たちの心は清らかでした。こんなこともありました。ある日私はベッドを買おうと町に出たのですが、馬を買ってしまったのです。馬が私のところへ来たがっていたように思えたのです。次の日私は干し草の香りを嗅ぎながら手綱を握り、まるで鳥のように幸せでした。トラック一家のロッジがあるストーの町です。次女マリアさんがペギーさんを案内してやってきたのは、この町に住むゼルタさんの家です。Actually, I saw them give a concert in New York City, Town Hall, many times after that in different places. But that made such an impression because that was the first time. And I just thought it was such a wonderful occasion. And to think that that family performing on the stage down there lived in Stowe, where I live. Well, it was all very miraculous. That's the only word for it.しかしトラック一家がすんなりと町に溶け込んだわけではありませんでした。And their costumes were so different. And I will have to admit there were many in the village of Stowe that this group of, as they expressed it, foreigners, they wondered about them, and many people didn't have the same opportunity to get as well acquainted with them.As I did, and some of the people looked at them with, well, shall we say, questioning, and a little surprised, and you know, wondered what they were going to do and why they chose Stowe to live there. And Stowe の人たちのトラップ家を見る目が変わったのは2年ほど経ったある晩のことでした。あ、ここなんですよね。ずいぶんこじんまりとしたかわいいホールだけど、この町の高校では古くなった屋根を修理する資金がなくて困っていました。それを聞いた母マリアがチャリティーコンサートを開くことを申し出たのです。私はストーの人たちが私たち家族に無関心なことを知っていました。でもその夜は違っていたのです。コンサートが終わると村の役人がステージに駆け寄ってこう言ったのです。あなた方はもう村の一員ですよ、ようこそストーへ。私たちはその時やっと村人と心が通じ合ったことを嬉しく思いました。トラップ一家は自分たちが歌うだけでなく、一般市民が参加して歌を楽しむ催しを思いつきます。毎年夏の間ミュージックキャンプを開きます。午前と午後に歌の練習。祖国オーストリア風の料理を作ってもてなしました。戦争という重苦しいムードの中にもかかわらず、参加者は海外からもやってきました。キャンプ最終日には誰もが涙を流して別れを惜しんだと言います。 We had one friend from Colombia in South America, and he took all our music down, and he raised a family, and they had to sing the same program. When friends came, they had to sing right away. So it went on, you know, and other groups formed the recorder groups, you know. And so it was a continuing institution.
トラップファミリーシンガーズが最も得意としたのはクリスマスソングでした。毎年クリスマスの頃、ニューヨークのタウンホールではトラップファミリーによるコンサートが恒例になりました。一家が歌う清子の夜は戦時中の安らぎをアメリカの人々に与えていたのです。アメリカに移り住んで4年、トラップ家はアメリカの家族のシンボルとなりました。しかし決して裕福ではありませんでした。借金はまだ返せず、生活の糧として手芸品を売ることを思いつきました。革細工、木工品、家族全員で家計を支えていったのです。どんな仕事でも人間を高めることを私たちは学び、アメリカはそのチャンスを与えてくれました。後になって私たちはこの家に旧約聖書からコアウヌムという名をつけることにしました。家族だけではなく他人をも愛し、社会の一員を自覚すること、この一文字が私たちトラップ家を支える言葉となったのです。ロッジを取り仕切るトラップ家の末っ子、ヨハネスさんです。ヨハネスさんは幼い頃から母親に働くことの大切さを教えられてきました。他人が幸せであるように努めること、それはすなわちあなたが幸せになることです。まさにそれはかつてここが農場であった頃に培ってきたコアウヌムの精神だったのです。ロッジの入り口にある看板、オーストリアをちょっぴり、バーモントをたっぷり、ヨーロッパの愛とアメリカの寛容、移民してきたトラップ一家の控えめな表現なのかもしれません。ヨハネスさんがペギーさんを裏山へと案内します。ぜひ見てほしいものがあるというのです。小さな石造りの建物、それは礼拝堂でした。かわいい教会です。Actually, my wife and I were married here too. And it's so small, there was only room for the priest and my wife and myself. Everyone else was outside looking in the windows. 礼拝堂には言われがありました。戦時中、ヨハネスさんの兄2人は動員され、ヨーロッパ戦線へと出征しました。ナチスから逃れた2人が、そのナチスと戦い、もし無事に戻れたら、礼拝堂を建てようと誓い合ったのです。And it was difficult for my brothers because...They didn't know if they were fighting against people that they went to school with sometimes. There were many Austrians in the German army, so. Tsurai to yuka, fukuzatsu datta de shou ne. 戦時中、男性2人が抜けたトラップ合唱団は、女性だけで演奏旅行を続けました。私は息子たちがナチスと戦っていることを思うと、移り住んだこのアメリカを私たちの国にしなければと決意しました。そして
アメリカの市民権を申請したのです。第二次大戦が終わって息子たち二人が帰ってきました。その日一家は礼拝堂の鐘を打ち鳴らし息子たちを出迎えました。ナチスに没収されていたオーストリアの自宅は戦後引き渡されました。しかしトラップ一家はこれを手放しアメリカで生き抜くのだという決意を新たにしたのです。息子たち二人が復員してトラップ合唱団は元の12人のメンバーに戻りました。再びトラップ合唱団の演奏旅行が始まります。全米各地を回りながら母マリアは祖国オーストリアが戦後の荒廃にあえいでいることを知ります。そして祖国への援助をステージで呼びかけました。全米から医療品や食料品などを集めオーストリアへ送ったのです。トラップファミリーは祖国のためだけでなくハワイや南米にも出かけボランティア活動を始めました。歌うことで人々の心を癒したいと考えたからでした。しかしトラップ合唱団にも別れは近づいてきました。家族の何人かが結婚する時期を迎えました。次の世代の家族を守るため解散という道を選んだのです。オーストリアで聖歌隊を結成してからちょうど20年目のことでした。ロッジのすぐ傍らに母親と同じ名前を持つ次女マリアさんの家があります。We went to the small chapel. We climbed up. Did you? Yes, we. My goodness. Ah, 綺麗なお家。わあ、素敵ですね。日当たりが良くて。わあ、可愛いお家。あら、いいですね。こういう山の山荘風の素敵なお家。ここで一人で住んでらっしゃるんでしょうね、マリアさん。There are greeting cards. My sister had them framed for me. Like that? Beautiful. Your sister? No, I made it. Oh, you made it? I made it, but my sister put the frame around. Maria-san, これを描いて。So you drew this? You painted this? Yeah. Oh, wonderful. So, とても素敵ですね。そういう才能がおありになるの羨ましいです。Yes, there's not enough time. 次女マリアさんはさまざまな才能に恵まれていましたが、中でも縦笛、リコーダーの優れた演奏家でした。アメリカにはなかったリコーダーを広めたのはトラップ一家でした。今アメリカで使われているリコーダーの解説書は。次女マリアさんが書いたものです。アメリカの人間になりきった次女マリアさんは自分たちの物語
サウンド・オブ・ミュージックを見てからというもの、このエーデルワイスが大好きな曲となりました。オーストリアの自宅の庭に咲いていたからです。あの恋をするっていうか恋人みたいなプロポーズみたいなのを受けたことはそういうあの経験はなかったのかしら。All these questions. Well, I almost got married, but my fiance thought that, you know, because he was Protestant and I was Catholic, it won't work out, so we broke up. And then he went to the war and he got killed. And so I decided I'm going to work for God and be free to do his work. So I never looked for another man. こうしたマリアさんの生き方は母親の影響だといいます。そしてそれを最も受け継いだのが六女ローズマリーさんです。ローズマリーさんはストーの町から車で40分ほどにある教会に勤めています。ローズマリーさんはかつて家出をしたことがありました。父親の死のショックが原因でした。そのローズマリーさんの心の支えは教会でした。ローズマリーさんのこう生活っていうのはやっぱりお母様のマリアさんとかご一家の一員としての今まで育ってきた過去が全てをそうさせたんでしょうか。 Yes, I do believe what we learn as a little child holds us through our life and we can build on it. And even if I rejected it, I found it again.Well, our family was committed to singing and it worked out like very well for 20 years. It worked out. When I was singing, I was very shy and I had stage fright. And so I did not think it was something wonderful to do. But now that we don't do it anymore and I don't hear it done by anybody except my family, I remember the beauty of it. And I know it's...something I wish we could do again. Edelweiss, Edelweiss, Mashiro na hana, Kiyoku hikaru.美しい花香れ朝の風に永遠に長くエーデルワイス、エーデルワイス、Music always brings people together. We had a music camp, and the first day, people were looking at each other, you know, sort of, are we going to go get along with them or what? They sang and no more trouble. They were all one friends, all friends. For me, too, it's a lift up out of myself to, to include, to be in part of the whole world and to be able to hear.Beauty coming out from me in the in part of the beauty around me. Borders を越えて歌い続けたトラップ一家。母マリアは自伝の最後をこういう言葉で締めくくっています。
私たちは決して特別な家族ではありません。失敗もし、多くの試練にも見舞われました。こうして私たちに分かったことがあります。自分を、そして他人をも幸せにするもの、それはお金ではなく愛だということでした。それが分かるまでに私たちトラップ一家は何年間もかかったのです。こうやって一家のアメリカでの出来事を見てみると、それらをすべて歌で乗り切ってきたということに気づきます。ヒットラーのために歌いたくない、私たちは自由に歌を歌いたい、その一心で祖国を脱出し、同じ年にアメリカに。今度は生活のために歌い始めたトラップ一家、やがて歌の力を周囲の人々に伝え、それはメッセージとなり、社会を動かす力となることに気がつくのです。歌うことで困難を乗り切っていった家族の素晴らしさ、そしてそこに母親マリアの明るさと力強さを私は感じます。彼らの話を聞きながら、もう一つ私はミュージカルができるんじゃないかと思います。その後のサウンド・オブ・ミュージック、いわばサウンド・オブ・ミュージックパート2、そのミュージカルが出来上がった時は、私は絶対今度こそマリアをやりたいと思います。世界我が子、宇宙飛行士若田光一さんが今日ケネディ宇宙センターから飛び立ちます。 BS1 では今日の打ち上げからフライヤーの回収更新など、若田さんの活動を随時まで議席数を伸ばしていた。